はい、まずスタートなんですけど、まあ、ここは松浦とね、5番の松浦と2番の郡司がねまずスタート、取りに行ったんですけどね、まず松浦が前にいた形になりましたね。清水博斗がこれから前に上昇していくと思うんですけども、3番5番でここは中国勢のね、ラインとなります。そしてその後ろなんですけど、軍司がいますから8番の和田まくるが上昇してきて、8番2番ですね、神奈川勢ですね、まあ、今日神奈川勢はねやっぱり軍司ついてますから和田まくるもしっかり、ローズカップ全員準決勝ね、上がれるということで積極的にね、レースを動かしていくんじゃないかと、推測してたんですけどね、はい、やっぱりここ軍司もねやっぱグランプリかかってますからね、和田まくるも積極的に行きたいところですよね。そしてその後ろ三谷隆起なんですけど、まあ、三谷はもういつでももう全力で、そうですね、仕掛けてくる選手なので、まあ、後ろについている村上もね、まあ、ここは安心感があると思うんですけども、まあ、このレース、短期の選手が3人いるということで、まあ、やはりライン的にもね細切れになってしまって、どのラインが先行しても3番手には必ず自力の選手がいてしまうというレースなので、やはりここは腹の据わった選手がねしっかりと仕掛けていかなければいけない。それは誰なのか、それを探すのがまず第一のね、ところだと思うんですけども、まあ、後方に、ね、いる三谷が最初ね、抑えてきて木暮がそれに乗ってっていうところなんですけども、それを前で受けた、3番の清水がどう受けるかですよね。突っ張るのかなと思うんですけども、やっぱりここ一回下げて、和田まくるのところ並走して、三谷もまだ誘導員を使ってますよね、まあ、ここは誘導員をかわしてはいけないので待つことになるんですけど、まあ、突っ張る素振りは見せてないですよね。和田まくるが出てその4番手を取りに行きたいような形なんですけど、ここで和田まくるがスピードを緩めたところを逃さず、これが清水のいいところですよね。競輪競争の流れを分かってきている、やっぱこういうところはやっぱり清水の成長ですよね。ここで残り2周の赤番から、ニュートラルに入れながら打賞を迎えしっかりと、ね、下り坂も使いながら、先行体制に入っている、この辺も、ね、清水のうまいところですよね。番手につけた松浦、盤石ですよね。3番手には浅井がいるんですけども、浅井も隙があったらまくりたいんですけど、やっぱり前が松浦ですのでね、ここはちょっとまくりづらい非常に、まあ、後ろから、山田秀明もまくりって8番の和田まくるも、ね、まくり行きたい木暮もまくってるんですけども、やはり番手の松浦の存在っていうのがやっぱりどの選手も気になっていて、浅井も行けないぐらいですからね、まあ、浅井はまあその後ろについて2着流れ込みということなんですけども、まあ、やっぱり松浦を、ね、連れて頑張った清水博人の先行が気持ちが上回ったということなんですけどね、はい、まあ、このローズカップも清水博人の復調がね、すごく今回感じてますよね、はい、復活なのかなというね、復帰というより復活ですよこれはね、やっぱそれが見られたローズカップなので、まあ、明日からの準決勝も、まあ、清水博人選手、また松浦とかね、今日1着取った松浦とかね、はい、注目していきたいと思いますね。まあ、今日はローズカップなので最終レースが、はい、まあ、明日に準決勝に向けて、まあ、選手は各々ね感情をつかんだと思うんですけどね、まあ、明日準決勝なのでもう一つ楽しみな、ね、レースの中続くと思うんですけど、まあ、今日はね車検的にはちょっと、まあ、こういう日もあるさって感じなんですけどね。毎回あるんですよね、全然当たらない時。でもそれがありますよね、当たって当たらなくて、はい、ね、はい、まあ、必ずありますよ、すそれはずっと当たったらね、はい、うん、これはまたみんな競輪もうやめられなくなる、そうですね、みんな大好きになっちゃう、大好きですけどね、うん、はい、それがまた面白いところで、いやー悔しいですよ、今日はもう、でもやっぱり日にちを重ねることに選手の調子、はい、思惑が分かってきて、なんかちょっと絞れてくるじゃないですか、はい、だからやっぱり明日の準決勝っていうのは、ちょっと後半に向けてグランプリも残ね控えてる選手もいるし乗りたい選手もいる、はい、なのでやはりその辺を狙いながら、車検の方も頑張っていきたいと思いますよね。いやそうですね、はい、まあ、私の中では3日目って一番、3日目どうなの正直、いや分からないです、ね、分からないの、特に負け戦っていうんですか、になっちゃうと、あ、そうだね、それはあるね、ありますし、だって3日目はやっぱ負け負けで来てるわけだから、はい、いい選手を見つけるのが大変だよね。大変ですね、やっぱそうなると実力とかもともと持ってたものを、そうだ、ね、見つつ最近の写真を見つつってなると、じゃあやっぱり難しいですね。俺がこれから検査場行って、はい、取材してくるんで、ぜひボス情報をお願いします、はい、そう、その辺をちょっとね、はい、明日楽しみにしてて、はい、はい、よろしくお願いします、はい。